皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は藤原の向と蓬莱さんかぐやがなぜ、殺し合う仲なのかについて解説していきますよ。えらく物騒なタイトルだな。とはいえ、どうして不死身の体同士が殺し合いをしているのか気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速解説スタートです。さて、彼女は東宝プロジェクト旧作を除いた3作品目東宝映画賞の EX ボス、藤原の向について解説しますね。通称もコタン。似合いすぎる。彼女は、迷いの竹林に住む少女で不老不死です。不老不死といってもお腹は少し怪我をしたら痛いらしいな。そう、ただ髪の毛が一本でも残っていれば復活することが可能です。それ魔人ブーより再生能力があるんじゃないか？この能力によって長生きしたことにより、普通の人間ではありえないような妖術を身につけていて、強力な妖怪とも互角に渡り合えることができます。この向こう、妖怪退治もやっていて、最近妖怪退治を専門とする集団が隠れ住んでいると間違った噂が流れてしまっています。一人でやっているのに集団に間違えられるほどの腕前なのは、さすが EX ボスだけあるよな。今回のテーマかぐやと殺し合う仲だけど、向こうの性格は乱暴なのか？いえいえ、それどころかいい人すぎて泣きそうになります。迷いの竹林で迷っている時に彼女に出会うと助けてもらえるのですが、大抵は人里まで送った後は何も言わずにさっさと立ち去ってしまうという。仮面ライダーも顔負けのイケメンぶり。仮面ライダー顔隠してるけどね。向こうは劣気とした日本人ですが、白髪です。望月症にて蓬莱の薬に手をつける前の姿が登場していますが、その頃は子供で黒髪でした。ちなみに私の推測なんですが、蓬莱の薬を飲んだことで、通常の寿命以上に生きた人は白髪なんだと思われます。なるほど、おばあちゃんになると白髪になるもんな。でも、同じ不死身のかぐやは黒髪だぜ。かぐやには、永遠と主流を操る程度の能力という能力があるので、自分の体の寿命を永遠にしているから黒髪なんだと思われますね。もしかしたらエイリンも白髪じゃなかったのかもしれませんね。そういうことか、確かにかぐやの住む永遠帝も劣化してないしな。それがせこくてもこうが起こってるってことか？いや喧嘩の原因小さすぎでしょ。永遠帝に住む蓬莱さんかぐやとはライバル関係とされる犬猿の中であり、よく壮絶な殺し合いをしています。二人とも不老不死なのにな。またもこうという名は自分で付けた名前らしくフェニックス最短のスペカコメントによると、妹でくれないっていうと誰かを彷彿させる名前ですが、本当は自分もくれないに染まれという意味、と向こうという名に関しての意味が説明されている数少ないキャラでもあるんですよ。妹でくれないってフランのことだよな。そうですね、正直関係性は不明ですが、何かつながりがありそうですね。さっき向こうは人を助けてもすぐに帰るって言ってたけど、人見知りなタイプなのか？はい、結構そう思われがちなのですがそんなことありません。今までずっと人を避けて生活してきたためか。人見知りな性格な持ち主と言われていますが、私はそうは思いませんね。ほう、霊夢さんそれはどうしてなんだ？霊夢たちと会っても普通に気さくに話しているからです。じゃあ、なんで人を助けてもすぐに去っていくんだよ？それはですね、向こうの気持ちになってみましょう。向こうは永遠に生きることができますが、他の妖怪や人間は寿命を持っています。つまり、仲良くなってしまうと、その仲良くなった人との別れが悲しくなるってことですよ。なるほど、だから深い仲を持とうとしないってことか。そう、それなのに人助けをやっているって素晴らしいですよね。フリーザ様に爪の赤を煎じて飲ませてあげたいですよ。俺を不老不死にしろ。しかも、こちら側の家庭の話などをすると喜んで聞いてくれるようです。不老不死じゃなければ、もしかしてめっちゃおしゃべりだったのかもしれないってことか。そうですね、阿久もどんどん気楽に話しかければ、いろんなことを教えてくれるかもしれないとすごく気に入ってますよ。また、彼女に過去のことを尋ねたら、ただの健康マニアの焼き鳥屋だという面白い返しもしているので、その可能性は結構ありますね。私も数ある東方キャラの中でも向こうが好きです。よければ、視聴者の皆さんの好きなキャラを教えてくれよな。ちなみに、人間の里に住む獣人上白沢ケイネとは親しいようです。東方映画賞ではケイネがあの人間には指一本触れさせないと発言していて、向こうを守ろうとしていることが伺えます。相当向こうのこと気に入っているんだな。二次創作では、向こうがイケメンキャラで、ケイネが憧れるパターンで書かれることがよくあります。だからこの前ニヤニヤしながら漫画読んでたのね。5本5本。また小説版の東方望月賞では、向こうがケイネについて数少ない私の理解者と述べていますよ。
文化庁ではかぐやとの殺し合いの延長で竹林の火事の火消しをした際に社名丸あやに取材を受けていて、火事について問い詰められた際に、タバコのポイ捨てかしら？最近の若者はねえ？などとはぐらかしたりと、したたかな一面も見せていて可愛いですよ。最近の若者という言葉を使ったり、干し柿を作ったりしてたりと長く生きてる分、年寄り臭いところもあるようだな。ではでは、殺し合う中の模倣とそれを見守る経緯はここまでにして、次はかぐやについて解説しますね。さて、蓬莱さんかぐやについて解説しますね。かぐやは、皆さんのご存知竹取物語に出てくるかぐや姫のことですよ。竹取物語では月に帰るという話でしたが、本当のかぐやは今でも地上にエイリンやテイ、レイセンと共に永遠帝で仲良く暮らしています。なぜ、月に帰らず地上で暮らしているのか気になる方はこちらを見るといいぜ。永夜省以前までは、永遠帝で数百年隠れ住んでいたのですが、最近になって外に出るようになり、屋敷でイベントを行ったりして人間との関わりも増えたようです。性格はお姫様らしく話術に長けていて、多くの古い物語を聞かせてもらえるようです。また、現在の地上での知識を身につけようとしたりと、意外にも勉強家でもあります。二次創作で、ニート扱いでカリスマブレイクがあったりするもんな。また、月にいた頃からわがまま放題な箱入り娘として育てられたせいか、天然気味でやや世間知らずな感じがあるのも事実。ですが、人見知りせず、天真爛漫な面がありますね。そして、好奇心も旺盛でエイリン曰く、逃亡者の割にはのんきな性格。数百年隠れ住んでいたのに、結局幻想郷では見つかることはないことを知ったのに落ち込むこともなく、まあええやんと心の強い一面も見せてます。いやそんなコテコテの関西弁じゃないよ。また、永夜省にて霊戦とエイリンを倒してきた高馬組に対して、多少なりとも怒りを示したように身内への優しさをも持ち合わせています。なのに、めっちゃいいやつな模倣とは殺し合うのかよ。そうなのです。それでは、この二人がなぜ殺し合っているのか解説しますね。昔々あるところに、待て、その日本昔話みたいな BGM やめー。昔、模倣の父がかぐやに求婚した際に無理難題を吹っかけれられ恥をかかされました。そのため、模倣は父の敵を取るために、不老不死の薬を子供の時に奪い、憎きかぐやへ復讐をしようと考えたのです。確かに、優しい模倣ならそうなるのか。なので、模倣からすれば親の仇、かぐやからすれば、自分の命を狙う敵という関係です。刺客を送ったり決闘を挑まれたりしているようですね。ただし、お互いに不死なので永遠に決着はつかないと。しかし、最近ではお互い半分諦めて、むしろじゃれ合っているようにも感じますね。昨日の敵は今日の友っていう言葉があるしな。それポケモンだよね。また、かぐやも相手を本気で滅するために、エイリンを使わしたりはしていない感じで。逆に模倣も例えば永遠帝焼き討ちのような周りに迷惑のかかる行為はしていない様子なので、そこまで険悪な関係でもない感じなのはわかりますね。というより、おそらくお互い殺してあげようとしていると考えるのが一番いいんじゃないでしょうか。なるほど、永遠に生きるというのは辛いものだから気持ちよくライバル同士、打開することができれば幸せってことだな。そういうことですね。だから、決して仲が悪いっていうわけではありませんね。模倣は、急病を患ってしまった人間を永遠帝に送り届けたりしてることを考えると、実はそこまで仲は悪くないと言えますね。初めて霊夢たちと会った時に、かぐやの仕業だと分かった時には無忌という可愛らしい怒り方なので、本当に嫌いなわけではないでしょう。例えると、トムとジェリー的な仲ってことか。それどころか、高馬艦から月ロケットが発射された際、かぐやが月に帰ったのではないかと思い込み、大急ぎで永遠帝に駆けつけるという模倣の可愛らしい一面が見られますよ。さて、今回はここまでにします。視聴者さんの考察もまた教えてくれよな。ここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。